どうですか、女の子の部屋で一緒にゲーム実況ですよ。いや、そもそもですけど、はい、まあこれ、まあ、台本に女の子の部屋で一緒にゲーム実況って高校生がって書いてありますけど、はい、女の子の部屋がなのよ、そも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 女の子の家に行くことが高校生がなかったですか、そういった経験は。え、すごいじゃんすごいじゃん、びっくりした。冗談ですよ。投げナイフ飛んできたよ今。うわー、怖い怖い怖い。なんかお友達関係とかで、うん、あんまこう異性のお家に行くとかも学生時代あんまなかったですか、もう男子と基本、まあ、ここ数分でわかると思うんですけど、はい、僕楠木さんとあまり目合わないんですよ。そうですね、合わないなと思ってました。さしてくださいさしてください。それはそうですよね、まああんまない経験だとは思いますけど、まあ、2人で一緒にゲーム実況をして。逆に乙女ゲーとかはどうなんですか。これ多分もうラジオで話してるだろうけど、あ、私は乙女ゲーやったことがないんです。 あります。あ、僕はあの出る側。あ、出る側そうですよね、出る側なんで。基本プレイはじゃあしないっていうところで。そうですね、あんまり大きな声では言えないですけどチラチラって。男子的にはそのまあ乙女ゲームって、うん、プレイしたらちょっとこっぱずかしいものなんですか。こっぱずかしいでしょ、だって顔も性格も知ってる先輩が愛しとるよって言ってくるんだよきついって。お仕事する前にもしプレイしてるとしても、うん、こっぱずかしいですか。こっぱずかしいですね、だって次の現場で会った時にあの人愛しとるよって言ってた人だってなるやんそうですよね、私もなんかプレイしてみたいなと思いつつ、うん、やっぱりこのお仕事始めてからだと顔がよぎっちゃうので、うんうんうん、なんかできなくなっちゃった気持ちではあるんですけど。逆に俺、中村さんがこの乙女ゲームの登場人物っていうのがかなり珍しいから、はい、そうなんですよ、あんまりなんか出演されてるイメージなくって、だからなんか、中村さんってこういうの、乙女芸に出た時こういう感じなんだと思ってなんかキュンキュンしちゃった。ジークじゃなくて雄一にキュンキュンしてたそう、正統派王子がめっちゃ珍しいんですよ本当に。確かに結構中村さんっていうと私のイメージですけど、うん、ちょっとこうひげが生えてて、まあ、オラオラみたいな感じとか、っつってちょっとこう、そう、そういうそういうイメージだったので、うん、確かにこう正統派王子様みたいなのはちょっと新鮮な感じはありますよね。かっこいいよね。かっこいいですね。ずっとかっこいいのよ。正直、まあ、私ずっとアフレコ一緒にやってて、うんうん、まあ、隣でこう演じてくださってるんですけど、うん、たまにあ、かっこいいなって思ってありますやっぱりそうなのよ、分かってるじゃん。いや、もうあれはたまらないですね。あ、俺は中村祐一さんという声優さんのことが好きすぎて、はいはいはい、一緒にラジオやってたんですけど、はい、本当に喋れなくなっちゃったっていう経験がある何も何も全然喋れなくなっちゃってずっと顔赤いまま俺は最終回を迎えた。乙女じゃないキュンキュンしちゃうから本当にめちゃくちゃ乙女でもなんか